はい、時間になりましたので始めたいと思います。京都大学心の未来研究センターの阿部と言います。よろしくお願いいたします。今日の私の講義なんですけれども、道徳的意思決定の心理学というテーマでお話をします。私たち日々の社会生活の中で、様々な意思決定を連続的に迫られるわけですけれども、例えば、今日何を食べようとか、明日何を着ていこうっていった、そういったレベルの意思決定から、どこに進学しようとか、あるいは誰と結婚しようといったような、人生における非常に大きな意思決定まで、連続的に意思決定を迫られます。で、そういった中でも、何が良くて何が悪いのか、あるいは何をすべきで何をすべきじゃないのかといったような、個人の道徳的価値観に基づいた意思決定も、少なからずあるわけです。で、そういった道徳的意思決定は非常に大きな個人差もありますし、個人内の変動も多いので、非常に難解で複雑なプロセスなんですけれども、今日お話しするような心理学、あるいは神経科学、人の脳の研究ですけれども、そういった分野からの研究によって、ある程度その私たちの道徳的意思決定を担う心のメカニズム、あるいは脳のメカニズムっていうのが分かってきています。そういった研究について今日はお話をしていきたいというふうに思っています。で、ここまで聞いた段階でですね、でも脳の働きとか、それって理系の学問分野なんじゃないのっていうふうに疑問を持たれる方が多いんじゃないかと思います。この講義のシリーズは人文社会系のはずだと。で、全くその疑問はその通りでですね、私が専門にしている認知神経科学っていう分野は、基本的に人の脳機能の研究ですので、一般的には理系の学問分野として位置づけられます。ただですね、今日お話しするようなその、道徳性といったようなトピックに関しては、哲学だとか、あるいは倫理学、人文社会系の分野で積み重ねられてきた議論が非常に有益になりますし、もっと踏み込んだ言い方をすると、人文社会系の方から提起されている問題に対して、客観的にデータを取って自然科学的なアプローチをすることで問題の解決を試みる、そういった取り組みというのも最近はなされていますので、必ずしも理系という文系という、そういう区分ではなくてですね、人文社会系の問題意識につながるようなお話をさせていただこうというふうに思っています。でですね、今日講義、この2本立てで考えているんですけれども、前半に関しては今お話ししたような、人文科学的な問題に対する、心理学あるいは神経科学のアプローチ、そういう客観的にデータを取る手法による研究ということを少しご紹介をして、講義の後半ではですね、公平性に関する意思決定の研究を少し取り上げたいというふうに思っています。というのは、今、新型コロナウイルスの問題で、私たちの生活は大きく様変わりしてしまっているわけですけれども、いろいろな問題が噴出するわけですが、その問題の一つとして、資源の分配の問題があります。特に医療資源の分配の問題が出てきます。で、我々は基本的に、限りある資源を、うまく分配しながら、生きているわけですけれども、こういった特殊な状況になると、今までの枠組みがうまく機能しないだとか、あるいは、今まで顕在化していなかった問題が出てくるといったような、そういう問題が出てきます。で、その中でも、例えば政策を立案する立場の人とかですね、何らか意思決定しないといけないわけですね。様々なトレードオフがある中で、何らかの犠牲を伴うような意思決定というのも進めていかなければいけないと。で、その時に、どういった基準でもって、意思決定をするのか、そういった議論をする際に、今日お話しするような心理学あるいは神経科学の知見というのが、ものすごく役に立つとまでは言いませんけれども、少しこう客観的な根拠を提示する、そういう手がかりになるんじゃないかなというふうに思っていますので、公平性に関する意思決定の研究を取り上げたいというふうに思っています。で、ちなみに私自身はですね、道徳的意思決定の中でも、人間の正直さ不正直さという研究をやっていてですね、今日も少し時間が許せばお話ししたいとは思うんですが、40分という短い時間の中ですので、なかなかちょっとまとまらなくなっちゃうといけないなと思っていますので、時間がなければ基本的に今取り上げている2つの、話題で進めていきたいというふうに思っています。では早速本題に入っていきますけれども、まず人文科学的問題に対して心理学あるいは神経科学といったような客観的なアプローチをどういうふうに使っているか、具体例を少し紹介していきたいというふうに思います。道徳性、道徳的意思決定に関する研究ということですね。
で、道徳の研究を、客観的に、科学的にやろうといった場合に、我々のその、道徳性を、評価したいわけですけれども、その道徳性の評価って、非常に難しくてですね、我々がその、データを取るっていう時には、何らかのその行動のアウトプットですね、道徳的な価値観に基づいて何らか行動をしたり判断したりって、そういうアウトプットのデータを、集めていく必要があります。で、その意味で、ここに挙げている道徳的判断というものが、肝になってくるわけですね。で、この道徳的判断というのを考える上で、道徳と、あとは明文化された法律とかルールっていうものをまず明確に区別しておく必要があります。で、例えばこれ、上の A の図ですけれども、皆さん、ドライバーだと仮定してですね、運転していると、道端に血を流している人が倒れていると。で、こういう局面で我々がどうしなきゃいけないかっていうのは、道徳的には、助けてあげるべきっていう、概念はあるわけですけれども、絶対に助けなきゃいけないとかってルールが決まってるわけではありません。なので、ちょっと怪しいから、放っておくっていう人もいるでしょうし、あるいは車が汚れるから嫌だっていう人もいるかもしれませんし、もしくは、もうすぐに車に乗せて病院に連れていくって人もいれば、救急車を呼ぶって人もいるかもしれません。これはあくまで個人の内面的な、原理に基づいて、決断されるものです。で、同様に下の B の図もですね、これは、寄付を求められているイラストですけれども、こういった、人たちに、助けの手を差し伸べるっていう意味で、寄付をするかどうか、これもあくまで個人の価値観にかかっています。B ではお金を出すけど A では助けないとかですね、そういったことも、あるわけですね。で、これらは全て繰り返しになりますけれども、何かその明文化されたルールに基づいているわけではなくて、個人の価値観に基づいています。そういった個人の、自発的な正しい行為を促す内面的な原理を道徳というふうに、我々の研究分野では、定義をしています。で、この道徳と法律の区別が、実はかなり大事で、最近だと、法律の問題が道徳の問題にすり替えられてしまったりだとか、あるいは道徳に基づいて、人を裁くような動きがあったりだとかっていうことがあるので、それはちょっとやっぱりまずいんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、いずれにしろこの道徳っていうものが内面的原理だということをまず踏まえていただいて、で、この道徳に基づいて判断をする、道徳的判断というのを、このように定義しています。さまざまな文化に不可欠の道徳に基づいて、人間の行動あるいは特性の良し悪しを評価すること、文化に応じて道徳の価値っていうのは違いますので、そういった文化に基づいた道徳をもとに、人間の行動あるいは特性の良し悪しの評価が道徳的判断ということになります。で、この道徳的判断の研究が最近積み重ねられているということになります。でですね、道徳的判断の、メカニズムを調べる研究っていうのは、さまざまな切り口があるわけですけれども、最もそのインパクトがある研究として、今日取り上げるようなジレンマ状況を用いた研究というのがあります。で、これは皆さん、他の、媒体などで聞いたことがあるという方もおられるかもしれませんが、トロッコジレンマとか歩道橋ジレンマって呼ばれるジレンマに関する、研究が、非常にたくさん、進められています。で、これ結構面白いジレンマなので、ぜひ皆さんも一緒に考えていただきたいんですけれども、このトロッコジレンマ、まずどういうジレンマかというと、制御不能になったトロッコが近づいていて、このままだと5人の作業員が引き殺されてしまいますと。で、あなたは線路のそばの分岐器の近くにいます。あなたが進路のき、トロッコの進路を切り替えれば5人は確実に助かりますと。しかし切り替わる進路の先にも1人の作業員がいて、その作業員は引き殺されてしまいますと。で、あなたが進路を切り替えることは道徳的に許されるでしょうか、それとも許されないでしょうかといったような質問です。で、これどちらを選んだからといって何か法律上の責任が問われるということはありませんし、2択どちらかしか、方法はないというふうに思ってください。京大の学生さんに授業すると、たまに、先生、私は新しい方法を考えましたとかって言ってくる学生さんがおられて、その、心意気はいいんですけれども、今は、2択で考えていただくということですね。これ、せっかくなので、チャットで、もしよろしければ、これ特に正解があるものではないので、この局面で、進路をガチャッと切り替えて、1人を犠牲にして5人を助けるっていうことが許されるか許されないか、どちらか、もしよろしければですね、許されるとか許されないとか、チャットにこうぜひ、書き込んでいただけるといいかなと思うんですけども、いかがでしょうか。どうでしょうね。許されるっていうふうに考える方もおられると思いますし、許されないというふうに、
考える方もおられるかもしれません。あ、許されるという、回答が今一つ出てきてますね。まあ、これはあくまで正解は あるようなものではないです。許されるという回答もあるでしょうし、許されないという人もいると思います。あ、ありがとうございます。あ、たくさん入れていただいてありがとうございます。まあ、許されるっていう回答がかなり多いですね。ありがとうございます。はい。ではですね、まあ、これ今トロッコジレンマについてどちらの判断をしたかっていうのは一旦脇に置いておいていただいて、次にこの、歩道橋ジレンマについても同じように考えていただきたいと思います。これも似たようなストーリーなんですけれども、ちょっと違っています。制御不能になったトロッコが近づいていて、このままだと5人の作業員が引き殺されてしまいます。まあ、ここまで同じですね。あなたは線路の上の橋に立っていて、そばに体の大きな A さんがいます。A さんを突き落とせばトロッコは確実に止まり、5人は助かりますが、A さんは死んでしまいますと。あなたが A さんを突き落とすことは道徳的に許されるでしょうか、それとも許されないでしょうか、というような質問です。さっきどちらを選んだかっていうのは、もう一旦忘れていただいて、まあ、あくまでこの歩道橋ジレンマで考えていただきたいんですよ、いただきたいんですが、これどうでしょうか、許されると思われるでしょうか、許されないと思われるでしょうか。まあ、ぜひまたこちらもチャットに入れていただけると、いいかなと思います。これも、あくまで正解はありませんね。許されないという方が多そうですね。はい。ありがとうございます。許されないという方が多いですね。はい、ありがとうございます。ですね、まあ、実は非常にクリアに話を進められるような回答の分かれ方をしていて助かっておるんですが、まあ、これは実は皆さん以外にもですね、まあ、学生さんを対象に授業でお尋ねしたりとか、あるいはまあ日本だけではなくて諸外国でもいろんなところでデータ取られているんですけれども、前者のトロッコジレンマは比較的許容されるというふうな判断が多いです。で、一方で後者の歩道橋ジレンマというのは比較的許容されないというふうに判断される割合が多いです。で、まあ、中にはですね、どちらも許容される、あるいはどちらも許容されないというふうに判断された方もおられるかと思いますけれども、まあ、そういう方でもね、おそらく歩道橋ジレンマの方が、まあ、なんというか心理的に抵抗があるというふうに感じられる方が多いんじゃないかなというふうに思います。ただ、これよく考えてみるとちょっとおかしなことで、まあ、本質的にはこれ1人を犠牲にして5人を助けるっていう、まあ、その構造は全く変わらないわけですね。にもかかわらず、まあ、我々は、まあ、かなり異なる判断を下しがちだと。で、特にまあ今日、まあ、チャット入れていただいた方はもうほぼ大多数が前者は許される、大多数が後者は許されないというふうに判断されておられますので、まあ、同じ、一人を犠牲にして5人を助けるかっていうことでも、まあ、これだけ大きな違いがあるということです。まあ、これがなぜかということですね。で、まあ、これは哲学の分野で、まあ、長く議論されてきた話題だったんですけれども、これその哲学の中で、まあ、議論を続けていても、なかなかこれは解決策が見出せないのではないかと。むしろ、こういったその道徳的な判断を考える我々の心の働きだとか、あるいは脳の働きっていうものに着目して、そこから、解決策を提案しないとダメじゃないかっていうようなことを考える哲学者が現れました。まあ、それがここに、今挙げてますけども、ジョシュア・グリーンという研究者です。で、彼は今、ハーバード大学の教授をしていて、実は私は2010年から12年までアメリカに留学していた時期があったんですが、まあ、ちょうど彼と一緒に研究をしていました。で、彼はですね、博士論文を取る大学院の時まで、まあ、完全に哲学の分野に所属していて、まあ、ただ、ある時、まあ、こういった問題を解決するには、まあ、心理学とか神経科学の手法というのは重要だということを思い立って、学位を取ってから、まあ、こういった神経科学の研究を始めたっていう、まあ、非常にそのユニークなキャリアを持つ研究者です。で、まあ、彼がですね、まあ、この問題解決するために何をやったかというと、まあ、やったことはごくシンプルで、ここに英単語ありますけど、この FMRI っていう手法を用いて、先ほどのような道徳的判断を行っている最中の人間の脳の活動を測定するって、まあ、そういう実験を行いました。FMRI っていうのは、まあ、病院にある MRI と全く同じ機械なんですけれども、ちょっと特殊な取り方をすることによって、脳の活動を間接的に測定することができる手法で、まあ、日本だけではなくて、諸外国でも、かなりたくさんの研究が、されている方法ですけれども、まあ、そういった方法を使って、我々が道徳的判断をするときに、まあ、なぜ歩道橋ジレンマとトロッコジレンマで判断が分かれるのか、まあ、そういう研究をしたというのが、まあ、この2001年に、サイエンスという雑誌に、発表された研究です。
でですね、彼がやった研究の結果を少し用語の整理もしながらお話ししていきたいんですけれども、まずですね、前者のトロッコジレンマの道徳的判断ですね。これは大多数の方が1人を犠牲にしてでも5人を助けるのは許されるだろうというふうに判断したジレンマですけれども、この1人を犠牲にしてでも5人を助けるっていう考え方は、功利主義的な反応というふうに解釈されます。で、功利主義的な反応、功利主義と聞くと、ミルとかベンサムとかっていう言葉が思い浮かぶ方、おられるんじゃないかなと思いますが、ベンサムの特に最大多数の最大幸福っていう言葉は非常に有名ですけれども、同じ命を救うのであれば、1人を助けるよりも5人を助けるっていう方が、ベンサムの功利主義的な考え方には、合うわけです。なので、この1人を犠牲にしてでも5人を助けるっていう反応は、功利主義的というふうに、用語が割り振られてるんですけれども、このトロッコジレンマについての道徳的判断を行うときに、我々の、脳の活動、どこが活動していたかというと、この背外側前頭前野と呼ばれる領域の活動が上がっていました。で、背外側前頭前野っていうのはですね、脳の、前頭葉、人間の、このおでこの後ろにある部分ですけれども、前頭葉といって、非常にその高次の、心理機能、認知過程に関わっている領域ですが、特にその背外側前頭前野っていうのは、冷静にですね、クールに計算する、そういう処理をする領域です。合理的な判断とか論理的思考に関わっている領域になるわけです。で、なので、この結果自体っていうのは非常に腑に落ちるというかですね、よくわかる結果で、1人を犠牲にしてでも5人を助ける、結果を重視するならそちらの方がいいっていうような、ある意味こう冷静な、クールな、計算に基づいた判断をしているときに、こういった背外側前頭前野の活動が出てくるということで、これはよくわかる結果ですし、従来の哲学の考え方ですね、こういった非常に難解な道徳的な判断をするときに、合理的判断とか論理的思考をこうフル活用して、我々考えてるんだって、そういう概念にもよく合うものです。で、一方でですね、ちょっと驚くべき結果として報告されているものがこちらの結果です。こちらはその歩道橋ジレンマにおける道徳的判断に関する結果ですけれども、まず用語の整理として、してですが、歩道橋ジレンマの方は、今日も大多数の方が道徳的には許容されないというふうに判断したジレンマでしたけれども、一人を犠牲にしてでも5人を助ける、特に一人をこう橋の上から突き落とすっていうのも非常にその恐ろしいことで、そんなことはできないというふうに思われる方も多いんじゃないかなと思いますけれども、そういった時に何もしないと、一人を犠牲にすることはしないということを選択するものを義務論的な反応というふうに呼んでいます。で、これはカントの哲学的な考えに基づいています。で、カントの哲学っていうのは非常に難しくて、私説明するとですね、なんかボロが出そうなので、あまり踏み込んだお話はしませんけれども、カントの考え方では基本的に少しでもその道徳的に疑いがある行為っていうのは、道徳的には良くないというふうに判断されますので、A さんを突き落とすなんていうのはもってのほかなわけです。で、なので、5人が死んでしまうということをやむを得ず、認めるというのが、この義務論的な反応になるわけですけれども、この歩道橋ジレンマに関する道徳的判断をするときに、脳の働きを見ると先ほどとは違う領域、内側の前頭前野の活動というのが認められました。で、前頭前野のこう内側面ですね、真ん中の方にある領域ですけれども、ここの領域はですね、様々な領域、機能に関わっているんですけれども、特に我々の、感情、情動とも呼びますか、こういう感情情動に関わっているというふうにされています。ですので、我々この歩道橋ジレンマとかトロッコジレンマを読んでいるときに、何かその明確に意識して感情が喚起されるっていうふうには考えない方も多いんですけれども、実はですね、こういった歩道橋ジレンマについて考えるときに我々は感情的な反応が喚起されていて、それによって、いくら5人を助けるためだからといって1人を犠牲にする。それはできないと。特に橋の上から突き落とす。そんな恐ろしいことはできないっていうような判断を導いているんじゃないかというふうに考えられるわけです。で、これは哲学の分野からすると、なかなかチャレンジングな見解で、実際批判もあったりしますし、議論になっている部分でもあるんですけれども、
我々が、こういった非常に難解な道徳的な判断をするときに、理性的な反応だけではなくて、こういう情動感情の働きっていうのはかなりの面で効いているんだということを示したっていうのは、なかなか画期的な研究でした。で、今日は取り上げませんけれども、これ哲学の分野のお話でしたけれども、実は経済学なんかでもやっぱりですね、人間の感情情動っていうのはかなりの面で我々の意思決定に影響を及ぼしていて、人間は合理性で、できてるんだっていうような考え方を、覆すような、そういう研究が、心理学神経科学の方から次々と出ていると、そういう、歴史が繰り返されてるかなというふうに私は感じています。ただですね、この一つの研究から、我々の道徳的判断というのは、その理性的な功利主義的な部分と、情動的な反応に基づいた義務論的な反応に、よって構成されているって、そういうふうに結論を出すことはできないので、それ以降にいろいろな研究を積み重ねていく必要が、あります。で、その研究の手法っていうのは、いろんなやり方があって、じゃあ情動の働きが悪くなったら、強くなったらどうなるか、あるいは理性の働きが強くなったら悪くなったらどうなるか、なんてことを探っていくことによって、最終的な道徳的判断のアウトプットが変わるかどうかっていうのを、調べるっていう、そういう方法があります。で、たくさん例はあるんですけれども、今日はこの、情動の処理に関与する脳の領域が壊れてしまったらどうなるかっていうような、研究を少し紹介しておきたいと思います。で、今までお話ししてきたように、特に歩道橋ジレンマのような、非常に強い葛藤を生じるようなジレンマでは、我々はその情動的な反応が生じることによって、1人を犠牲にしての5人を助ける、いやそれはさすがにダメだと、1人を犠牲にはしない、そういう反応を導いていくということが分かってきているわけですけれども、じゃあその情動の処理に関与する脳の領域が壊れたら、一体何が起こると考えられるでしょうか。情動の処理に関与する脳の領域が壊れてしまうと、義務論的な反応が、弱くなってしまうので、相対的に功利主義的な反応が優勢になるんじゃないかというふうに、考えるのが、一番ストレートな予測になります。で、実際にそれがそうなっているかどうかを検証した研究があって、これが結果になります。で、実際にそういうふうになっているというような結果ですね。で、これ具体的にどういう研究かというと、脳の中の、内側の前頭前野、特にですね、副内側前頭前野と呼ばれる内側の前頭前野の中でも少し下の領域になるんですけれども、ここは非常に、情動、感情の働きに重要とされている領域ですが、ここに損傷がある患者さんに、ご協力いただいて、先ほどのような道徳的判断を、行ってもらうというような研究です。で、そうするとですね、ここに損傷がある患者さんっていうのは、他の健常者なんかに比べると、功利主義的な判断の割合が増えると、つまり1人を犠牲にしてでも5人を助けるっていうことを、より許容できるというふうに判断するっていう結果が得られています。で、これ同じ年にですね、全く違う研究グループも、ほぼ同じような研究成果を出していますので、非常にその信頼性が高い研究かなと思われるわけですけれども、実際にその情動の働きが我々の意思決定に、クリティカルに影響を与えているっていうのを、示したエビデンスかなというふうに思います。他にもですね、例えばお薬を飲んで情動の働きを持ち上げたり抑えたりすることによって意思決定が変わるかどうか、道徳的判断が変わるかどうかっていうような研究もありますけれども、概ね先ほどのような功利主義義務論の、対立の過程を支えるような形で、理性と情動の葛藤が生じている、そういう知見を支持する結果が得られています。ですので、ここまでのまとめですけれども、道徳的判断における、我々のその合理的な判断とか論理的思考っていうのは、決して100%のものではなくて、かなり限定的な働きをしているものというふうに捉えるべきです。で、さらに、道徳的判断においては、我々のその情動っていうのはかなり重要な役割を果たしているっていうのは、客観的なエビデンスによって示されているということですね。で、一番大事なポイントというのは、今日お話ししているような問題設定というのは、あくまでその人文社会科学の方から出てきた問いですけれども、そこに対して、こういうふうに人のデータを取ること、心理学とか神経科学の手法を使って研究するということが、もちろんこの100%の答えにはなりませんけれども、少し新しい視点でもってですね、その人文社会系の問題を解決する、その手がかりを与えるんじゃないか、
分離融合研究、学際融合研究というのは、まあ、こういうフィールドで実現するんじゃないかということが言えるかなというふうに思っています。はい。まあ、これがですね、まあ、その、分離融合的な道徳的意思決定の、まあ、心理学の研究の、まあ、一番、まあ、重要な例かなと思います。で、まあ、これ踏まえた上でですね、まあ、この公平性に関する意思決定の研究についても少し、取り上げたいというふうに思います。で、まあ、このコロナ禍における、まあ、分配の問題があるということを冒頭申し上げましたけれども、これ日本ではまだそれほど問題になっていないかもしれませんけど、例えば人工呼吸器の問題があります。イタリアとかスペインとかは、高齢者の方の治療を、まあ、やめざるを得ないっていう事態が、まあ、たくさんあったというふうに聞いています。で、まあ、そういった時に、まあ、例えば若い患者さんに人工呼吸器を回すということが、まあ、いいのか悪いのかって、まあ、そういう問題が出てきますし、あと、これは将来必ず問題になるだろうと思いますけれども、まあ、ワクチンがこれからできた、まあできなかったらまあしょうがないですけど、まあ、もしできた時に、お金を持っている国がまずそれを優先して接種するというので、果たして本当にいいかどうかって、まあ、そういった議論もあります。で、まあ、そこで何が正しいかっていうのは、まあ、これはそれぞれの価値観に基づいて、意見が出てきますので、容易にコンセンサスが得られるようなトピックではありませんが、まあ、それでもですね、必ず、何らかの方法で決めていかなければいけません。まあ、様々なトレードオフがある中で、いろいろな犠牲も伴う意思決定をしなければいけないんですけれども、じゃあそれの意思決定をするときに、どういった根拠をもとに意思決定ができるかというのを考えたときに、まあ、一つ代表的な考え方としては、このロールズの正義論があります。で、まあ、ロールズの正義論については、すでにこの講義のシリーズでも、他の先生方取り上げておられるケースがたくさんあったんじゃないかなというふうに推測していますけれども、まあ、人文社会系の分野では、まあ、代表的な著作の一つですね。で、まあ、ロールズは、まあ、その資源の分配ということを、まあ、公正で中立に行うために、まあ、どのように考えていくべきかっていうのを、まあ、綿密に議論しているわけですけれども、まあ、彼が考えているのは、この無知のベールというような、まあ、概念的な仕掛けですね。無知のベールという、まあ、概念的な仕掛けです。で、この無知のベールというのは何かというと、まあ、我々が中立で公正な意思決定を行うときには、まあ、様々なバイアスを受けているので、まあ、ある意味こう真っさらな状態から判断をしなければいけないと。で、そのためにこの無知のベールというものを被ることによって、まあ、自分自身についての情報を知ることができないと、まあ、そういう状態を仮定するということです。自分自身についての情報を知ることができないというのは、年齢とか性別とか健康状態、才能、資産なんていうものが、まあ、一切自分がわからない状態で、分配、どのような分配が公正かっていうのを考えるということです。つまり社会での立ち位置がわからない、現象状態に、なって、それから、我々は分配ということについて考えるべきだっていうのがこのロールズの考え方です。で、このロールズの無知のベールというのはですね、無知のベールを被ると何が起こるかと想定されているかなんですが、最も不遇な位置に自分が位置する可能性を考えるのではないかと。したがって、最不遇の立場を最大限に改善する分配、それをマキシミン原理というふうに言われてますけれども、それが正義の原理として合意されるんじゃないかというような考え方です。これちょっとわかりにくいので、少し具体的な例、かなり無理やり単純化した例なので、これ適切かどうかっていうのはわかりませんけれども、例えばですけれども、これ A、B、C っていうふうに、所得をですね、低所得者層、中所得者層、高所得者層に、まあ、青が低所得者層、オレンジが中所得者層、グレーが高所得者層というふうに分配するやり方が A、B、C と3つあるというような状況を仮定してみてください。で、これ一見してわかるように、例えば C っていうのは非常に格差が大きいわけですけれども、これ総和としては A と B よりも大きいので、まあ、実はこの C っていうのは功利主義的には一番優れた考え方です。で、A とか B とかっていうのはまあもうちょっと格差が少ないんですけれども、まあ総和としてはまあ低いわけですね。で、まあこういう所得の分配のやり方が A、B、C あったとしてですね、まあ、ロールズの無知のベールを、被るというのはどういうことかというと、自分が、どこに
低所得者層になるか中所得者層になるか高所得者層になるか全くわからない状態なので、まあ、自分が一番、悪い状況、低所得者層になるかもしれないということを想定するんじゃないかというのがロールズの考え方です。で、自分が一番低所得者層になるというふうに考えた場合、A、B、C で低所得者層の、所得の金額っていうのは、A が実は一番高いわけですね。なので、ロールズの、無知のベールをもとに考えると、A が一番マシだろうと。で、これが、まあ、おそらく、公正で、中立な分配なんじゃないかっていうふうに考えるというのが、まあ、一つの考え方です。で、これあくまで、ロールズの議論というのは個別の事案を検討するものではないので、あくまで一例、だということは、注意しなければいけないんですけれども、まあ、こういった議論ですね、実は、東京大学の亀田先生もですね、脳の活動とか、まあ、いろいろな実験手法を使って、非常にその面白いロールズに関する、研究されていますので、興味がある方は、まあ、このモラルの起源っていう、本を読んでいただけるといいかなというふうに思うんですけれども、まあ、このロールズの正義論の考え方っていうのは、まあ、こういうものです。で、まあ、このですね、その無知のベールっていう考え方自体が、まあ、本当にうまく機能しているのかどうかっていう、それも非常に問題ではありますし、まあ、このようなロジックでいいかどうかと、まあ、それも議論があるところなんですけれども、少なくとも、まあ、この無知のベールっていう考え方は、まあ、賛否両論あれど、まあ、我々がその本当に公正で中立な分配っていうのを実現するための、まあ、考え方としては非常に有効なものの一つなんじゃないかということで、長く非常にこうしっかり議論されてきたものです。なので、まあ、これを手がかりに我々の意思決定が、まあ、この無知のベールを意識するとどういうふうに変化するかっていうのを調べることは、まあ、何かその政策なんかで意思決定をする上で、まあ、その意思決定が我々にとって我々のその心の働き脳の働きにとって馴染みがあるものなのか、馴染まないものなのか、あるいは何らか根拠となる、エビデンスとなるのかどうかということで、まあ、非常に有効な可能性があるわけです。で、まあ、そういった視点でですね、最近研究が実際に行われていまして、まあ、これ2019年に発表された研究なので、まだ、出来たてほやほやの研究なんですけれども、これは無知のベールと道徳的判断を組み合わせたっていう研究です。で、先ほど歩道橋ジレンマ取り上げましたけれども、まあ、これにその無知のベールを被った状態で意思決定をするというのはどういうことかというと、これ皆さんご自身がですね、この橋の上にいる A さん、もしくは橋の下にいる5人のこの計6名のどれかに該当してしまうというのが、まあ、無知のベールをかぶった状態です。つまり自分がどういった立場、どういった社会的立ち位置に生まれ落ちるかが全くわからないというのが無知のベールの前提ですので、自分は A さんになってしまうかもしれませんし、この5人のどれかになってしまうかもしれない。で、その確率っていうのは、まあ、同等なわけです。で、まあ、そういった状況を考慮した上で、じゃあ A さんを突き落とすことは許されるだろうかどうかっていうのを考えてみるというのが、まあ、この無知のベールと道徳的判断に関する研究です。少し情報を整理すると、まあ、こういったその無知のベールっていうのを意識した状態でこの歩道橋ジレンマを考えるっていうのは、功利主義的な反応、つまり A さんを突き落とすのが、まあ、許されるっていう考え方は、自分が生き残る確率は6分の5になります。A さんは死んでしまって5人は助かりますよね。で、自分がこの6名のどれかになる確率っていうのはあくまで6分の1ずつなので、まあ、5人が助かれば、まあ、自分が生き残る確率も6分の5です。一方で義務論的な反応、何もしないっていうような選択をした場合は、自分が生き残る確率っていうのは6分の1だけです。なぜなら、自分が A さんにうまく生まれ落ちないと、自分が生き残る確率っていうのはないわけですね。なので6分の1ということになります。で、まあ、こういう情報を提案されると、まあ、先ほど歩道橋ジレンマで、A さんを突き落とすことは、抵抗があると、それは許されないっていうふうに判断された方も、ひょっとすると、意見を変えますという方もおられるかもしれませんし、いや、それは、関係ないという方もおられるかもしれませんが、まあ、少なくともその我々が意思決定する上で、まあ、普通は、パッとは、思いつかない発想というかですね、非常にその我々の意思決定に、まあ、影響を与える一つの考え方かなというふうに思います。で、まあ、これですね、この無知のベールを、まあ、明確に意識した状態であれば、まあ、当然、先ほどの例で言えば、功利主義的な反応が優勢になるのは、まあ、ある意味当たり前です。確率が、まあ、明示されていますので。
なので、この研究ではですね、無知のベールの下で判断した後に、まあ、もう一回ですね、まあ、無知のベールは一回置いといて、通常の道徳的判断をやってもらうということをしています。なので、まあ、無知のベールを明確に意識しない状態で、まあ、ちょっと、さっき無知のベールについて意識したら、その後の道徳的判断が変わるかっていうのを、まあ、改めて確認しているということをしています。で、それでもですね、やはり、この効果っていうのは根強く残っていて、事前に、無知のベールについて考えなかった人たちは、この歩道橋ジレンマを道徳的に許容できるっていうふうに判断した割は 24% だったんですが、ちょっと無知のベールについて考えてみたという人は、功利主義的な反応が 38% ということで、これ統計的に有意な差があるというものです。つまり無知のベールを意識することによって功利主義的な反応がより支持されるようになったということですね。で、さらにこれは7段階で道徳的にどれくらい許されるかっていうようなスコアリングもしてるんですけども、その程度もやっぱり道徳的により許容されるというふうに判断されています。で、もともとロールズの正義論というのは実は功利主義を批判するものとして提案されたものですので、実はこの功利主義的に反応がシフトしているというのは逆説的な面が実はあるんですけれども、こういう無知のベールを考えると、我々はどうも功利主義的な判断に引っ張られるということが、こういう研究から分かってきているということです。ちなみに、これ歩道橋ジレンマだけではなくて、例えば自動運転なんかを、テーマに、データが取られています。自動運転は、要するに、運転手が自分では車操作しないで、車が勝手に運転してくれるというものですけれども、自動運転の状態で目の前に9名の歩行者が急に現れてしまったという時に、じゃあどうするか、どういうふうにプログラムしておくかっていうような問題です。で、9名の人にそのまま突っ込んだ場合は、その車の所有者である乗客は助かるんですけども、9名は死んでしまいます。で、一方で、横にそれると、道をそれるというようなプログラムを車にしておくと、乗客は死んでしまいますけれども、9名は助かるというような状況です。じゃあどちらがいいかということですね。で、もちろんこれ車の所有者は、自分が殺されたらたまったもんじゃないっていうふうに言うでしょうけれども、社会全体から考えると、9名はなんとか助けたいよねって、そういう考えも当然出てくるわけです。それがジレンマになってるわけです。で、これもですね、非常に難しいジレンマではあるんですが、同じように無知のベールっていうものを意識してもらった後に、その後また改めて、通常の道徳的判断をやってもらうっていうようなことをすると、こちら、自動運転の方でもやっぱり功利主義的な反応が増加すると、道をそれるという方が、より道徳的に許容できるんじゃないかっていうようなことが、言われています。で、自動運転だけではなくて、先ほどちょっとコロナ禍のお話しましたけれども、医療資源についても同様の反応が見られています。これは地震による緊急事態で、電気が止められてしまって、酸素供給がですね、限定的な人にしかできないという状況において、すでに病院で治療を受けていた一人がいるんだけれども、その人への酸素供給を止めて、これから地震によって搬送されてくる9名の怪我人にその酸素を供給をすれば、その9名はなんとか命を助けられるって、そういうジレンマの状況だということです。こういった時に1人を犠牲にしてでも9人を助けるべきかどうかというような判断をするジレンマにおいても、これもですね、やっぱり同じような結果になっています。無知のベールっていうものを意識すると、功利主義的な反応が増加すると、こういった場合でも負傷した9名の命を優先して1人を犠牲にしてもやむを得ないんじゃないかっていうような判断がより優先になるということが分かってきています。ということでですね、このロールズの正義論から出てきている無知のベールって非常に面白い概念的な仕掛けで、先ほどお話ししたように、これもともと功利主義の批判として提案されたもので、その絵が功利主義の批判になっているかどうかっていうことも少し議論があるようですけれども、いずれにしてもですね、逆説的ではあるんですが、道徳的判断においては、この無知のベールについての思考っていうのが、功利主義的判断を促進するっていうような結果になっていると。これは一つの知見かなと思います。で、ここから得られるインプリケーションというかですね、いろいろなことを議論できる可能性があるわけですけれども、まず一つ押さえておかないといけないのは、この無知のベールっていうのは、例えば、平等主義を支持するとか、功利主義を支持するとか、何か特定の考え方を出発
点にしているわけではなくて、かなりその公正で中立な判断をするために、まあ、オープンかつ透明性のある視点からスタートしている考え方です。で、それによって、我々の、道徳的判断が、まあ、功利主義的に変化する。まあ、それはですね、何かその特別に功利主義をこう強く支持しようという、そういう出発点ではないところから、こういう結果が得られているということで、まあ、ある意味かなりフェアな、研究の結果が得られているんじゃないかというふうには考えられるわけです。で、まあ、そういった功利主義的な判断が、まあ、我々が、まあ、なんていうか、より、我々の心の働きとして、まあ、馴染みがある、意思決定だということが、まあ、ある程度は推測できるわけですけれども、まあ、実際、これから我々が、まあ、こういった社会の状況で、様々なトレードオフがある意思決定をしなければいけないときに、例えば、ある政策立案者が、やむを得ず、功利主義的な判断をしなければいけないということがあったときには、こういった知見は、その効率的な判断を決断する根拠にはなり得るかなというふうに思います。つまり、逆の義務論的な反応よりは、まあ、より、無知のベールによって、効率的な反応が促進されると、まあ、より我々にとって、なんていうんですかね、公正中立な判断をしようとする仕掛けによって、功利主義的な判断が増えていると。であれば、まあ、それはより我々にとって馴染みのある判断なのではないかと。まあ、そういう根拠になる可能性はあります。ただし、これは非常に重要なポイントですけれども、これは私自身もそうですし、この研究もそうですけれども、だからといって功利主義がいいというわけでは全くありません。その議論は全く別です。かつ、ロールズのこの無知のベールっていうのが本当にいいかどうかっても、これもまた別の問題です。あくまで、まあ、こういった研究っていうのは、無知のベールっていうものを意識することによって、功利主義的な判断が、まあ、少し好ましく判断されるっていうことを示したのみで、これによって功利主義が良いとかですね、平等主義が悪いとかですね、まあ、そういうことを言うわけではないということは、ぜひ、注意していただきたいなというふうに思います。まあ、こういったその、人のデータを客観的に得ることによって、まあ、その道徳的意思決定のメカニズムを紐解くって、まあ、こういう研究がですね、まあ、この10年、20年の間で、まあ、かなり進んできて、まあ、我々の、まあ、なんていうか道徳的な価値観というものを議論する上でも、まあ、非常に有効な手がかりを与えてくれているんじゃないかなというふうに思うわけです。最後になりますけれども、まあ、これは非常に有名な、チャールズ・パーシー・スノーという人の、2つの文化と科学革命って、まあ、今から60年以上前の著作ですけれども、まあ、これ当時、人文科学と自然科学がまあ断絶していたということを、まあ、非常にその、まあ、彼が、懸念して憂いたことによって、表された著作ですけれども、つまりそのお互いのその、いわゆる文系理系の研究者が、まあ、コミュニケーションが取れなくなっているということが、まあ、問題になった。まあ、それで非常に議論になった、ものです。で、まあ、実際ですね、その文系理系っていう区分が、まあ、日本でもあって、まあ、それはある程度その専門性をこう限定することによって、まあ、先端的な研究ができたりっていろんなメリットもあるんですけれども、一方でこうなかなか学問分野の垣根を越えた研究というのはまあできにくいと、まあ、そういうデメリットもあったわけですけれども、まあ、今日お話ししたように、まあ、道徳的意思決定なんかというテーマに関して言えば、まあ、まさにその学際融合的分離融合的な研究が進んでいて、まあ、人文科学的な問題意識に対して、まあ、こういった自然科学のアプローチを使って研究するという取り組みが、まあ、非常に増えてきています、まあ、そういう意味で、まあ、こういった学際融合研究の、まあ、有効性というのが示されているかなと思いますし、あとはまあ私が所属している、心の未来研究センターというのは、まあ、人間の心の働きについて、まさにそういった学際融合的な研究を進めていく、まあ、それがミッションになっていますので、まあ、そういった、心の働きの解明ということに関しても、まあ、こういった分離融合の研究というのは重要でしょうし、あとはまあ現在のこの激変している、社会における意思決定というものを議論する上でも非常に有効な手がかりを与えてくれるものかなというふうに思っています。まあ、やっぱり時間が、なくなってしまいましたけれども、まあ、今日の私の話はここでおしまいにしたいと思います。駆け足になってしまいましたが、どうもご清聴ありがとうございました。はい、ではですね、質問が、いくつか、ありますので、ちょっとそれについて、お答えしていきたいというふうに思います。ですね、
脳の活動も、無知のベールで考えるときとそうでないときで異なるのでしょうかということですね。はい、ありがとうございます。無知のベールについて、実はですね、今日お話しした、道徳的判断に関して、その無知のベールってものを意識したときの脳の活動についての研究っていうのは、私が知る限りはまだ行われていません。でただですね、この無知のベールっていうものを、考える心の働きが、まあ、我々にある程度自然に備わってるんじゃないかということを示した研究があって、それはですね、実は今日途中で、少しだけご紹介しましたけれども、この東京大学の亀田先生がですね、非常に面白い研究をされています。ちょっとだけご説明させていただくと、まあ、この亀田先生の研究は、まあ、まさにその無知のベールに関するその脳の働きというのも、着目した研究なんですけれども、まあ、亀田先生のご研究では、まあ、このマキシミン原理、ロールズの言うマキシミン原理、自分が最も不遇な位置に置かれる可能性、を考えるというのが、まあ、実際に、金銭を他人に分配するときだとか、あるいは、まあ、自分の利益に関わるような、まあ、ギャンブルの状況において、自分が最も悪い結果になってしまう可能性、あるいは、3人、他の人にお金を分配するときにその、分配の金額が一番低い人になってしまう可能性、まあ、その再不遇の可能性を実際に、我々は意識しがちだということを、まあ、客観的にデータで示されて、かつですね、まあ、そういったその再不遇の、位置に、まあ、注意を向けるっていうことが、まあ、脳の中で言うと、まあ、心の理論と呼ばれる、機能に関わる脳の領域の活動で、支えられているということを示されています。で、心の理論というのは何かというと、他者の気持ちを理解する能力のことです。で、こういったその無知のベールっていうものを意識すると、我々は自動的に心の理論に関わる脳の領域を活動させて、再不遇の位置に、アテンションを向ける、注意を向けるってことが、まあ、そういった研究で示されていますので、まあ、脳の活動という観点で言うと、まあ、無知のベールっていうのが、まあ、意識しようと意識狭いとですね、ある程度自動的に、そういったメカニズムが備わっているっていうのが、まあ、この研究では示されています。で、それ以降ですね、脳の研究っていうのは、まあ、ほぼないんじゃないかなと思いますので、まだ、これから先の研究が必要かなというふうに思います。はい、次にですね、判断の仕組みについては知識は増えたけれども、多数者を救うためなら少数者を犠牲にしても良いのかという問題は残されたままですね、ということで、これは全くその通りです。まあ、あくまで、まあ、こういったその心理学の知見というのは、まあ、我々が、まあ、そういったことを考える、その背景にあるメカニズムを示しているので、まあ、本当のその倫理学的な意味で、あるいは哲学的な意味で、少数者を犠牲にしても、社会としていいかどうかっていうのは、またこれは別の問題ですね。それは、まあ、分けて、切り離して考える必要があるかなというふうに思います。はい。他のに、ご質問とかがあったら、お答えしていくといいですかね。どうしましょう。ですね、現実の人間の道徳判断の物理的プロセスが、私たちが従うべきかの道徳とどういう関係があるんでしょうと、確かに記述的な成果と規範的な問題とどう関係づけるのか気になりますということですね。これはですね、非常に鋭いご質問で、なかなか答えに窮するというのは正直なところですけれども、まあ、今日お話ししたのは、まあ、あくまで、道徳的な意思決定を考える際に、まあ、理性的な判断と情動的な判断、まあ、それ以外にもいろいろな要素があるんですけれども、大きく考えると、まあ、そういった2つの要素が重要で効いているということを示したに過ぎないわけですね。で、まあ、その道徳判断のその物理的プロセス、まあ、その脳の働きなんかが、まあ、その従うべき道徳とどう関係しているかというとですね、これはなかなか答えに窮する質問ですね。私たちが従うべき道徳というのは、まあ、
ある意味その個人の中に根付いているまあ知識構造でありますし、あとはまあ内在化している価値観なんですね。で、それがその脳の中でどう発現しているかっていうのは実は正確にはわからないかなと思います。例えば前頭葉の働きっていうのは、まあ、行動を制御するっていうことで、それ自体が何か道徳的な価値観を反映しているわけでもないですし、情動的な働きっていうのも、道徳的価値観のそのものを反映しているわけではないんですね。で、まあ、そういったその我々の、まあ、心の働きの中に内在化しているその道徳的な、価値観というものが、どういうふうに、まあ、物理的プロセスというかですね、まあ、脳の活動とかに反映されていて、かつ、それが規範として関係しているかというと、まあ、非常に難しいポイントです。まだこれから、しっかり研究して議論を積み重ねていかないといけないかなという問題かなと思います。はい。もう一つ質問がありますけれども、利得を得るよりも損失を回避するという傾向があることは無知のベールと齟齬を生じないでしょうか。そうですね。まあ、利得を得るよりも損失を回避するっていうのは、これはカーネマンっていう研究者が、まあ、ノーベル経済学賞も取ってますけれども、一連の研究で明確に示していることで、まあ、1000円獲得する喜びよりも1000円失う悲しみの方が強いというような表現でも示されるかなと思いますけど、まあ、我々とにかく損失が嫌なので、まあ、損失を回避する、まあ、その損失回避性という傾向があるということなんですけれども、それと、まあ、無知のベールが、まあ、齟齬を生じるかという問題ですね。で、まあ、無知のベールに関して言うと、まあ、一番悪い状態を、まあ、最大限に改善するということなので、まあ、複数の選択肢の中から、まあ、一番悪い状態を選んで、まあ、それが、まあ、なるべく良い状態に改善させるということなので、まあ、自分にとっての損失、非常に大きな損失を、まあ、なるべく、最小限に抑えるっていうような発想になりますので、損失回避性とは必ずしも矛盾はしないんじゃないかなというふうに、基本的には考えられます。まあ、この点についてはもう少し、そうですね、直接的に、この損失回避性と、この無知のベールの実験と組み合わせたような、データを得て、議論する必要があるかなと思いますけど、まあ、今申し上げたような観点で言うと、必ずしもそこは生まないんじゃないかなというふうには思います。はい。ですね、無知のベールの他に、無欲のベール、無存在のベールという概念を聞いたことがあるのですが、そちらは道徳的判断に何か活用できるでしょうか。ですね、無欲のベール、無存在のベールという概念はすみません。ちょっと私も不勉強で、あまり、よく、存じ上げていないのが正直なところですが、どのようなものでしょうね。すみません。これはちょっと、また、私なりに、調べてみます。今の時点で、私自身で十分な知識がないので、ちょっとこれはお答えができませんが、申し訳ありません。他に、ご質問ですね。私の範囲をどこまでと見るかによって、行為の判断は変わらないでしょうかと。出口先生のおっしゃる、我々としても自己を実践できれば切り捨てられる範囲を小さくしていけるのではと。これは非常に、まあ、こういった学問分野のまさに中心的なテーマでもあるんですけれども、まあ、その、やっぱり利己的な判断、利己的な面を抑えて、こう、ある程度その協力していかないと、まあ、社会が成立しないということがあるわけですけれども、まあ、我々がやっているようなその心理学とか神経科学の成果なんかで議論をすると、比較的ですね、その、我々は人間はその身内ですね、まあ、血縁、まあ、非血縁含めてなんですけれども、ある程度その自分の所属する集団、自分の味方の中であれば、
そんなにですね、こう頑張らなくても、ある程度その協力関係が実現できるということが示されています。つまり、あまりにもその利己的でわがままな振る舞いをすると、社会として、うまく機能しないわけですね。で、一方で、その身内のグループの中ではうまくいくんですけれども、グループ対グループのような、そういう葛藤状況になると、非常にその、うまく協力体制を築いていくことは難しくなるなんてことが言われています。その意味でですね、我々としての範囲を、少し広く取ることによって、よりその、協力的で、平和な関係性というのは実現できるんじゃないかと。それは我々の分野なんかでもかなり議論がされているところです。なので、私の範囲をどこまでと見るかによって、氷の判断も、おそらく変わるでしょうし、ある程度その範囲を広げていくっていうことは、一つ重要な考え方かなというふうに思います。はい。他にですね、そうですね。無知のベールなんてものは存在しないのに被ったとしたらという前提で判断を示せる人間ってすごい。そうですね。これは講義中にも少しお話ししましたけれども、無知のベールというものをその、被るという、その前提自体が、本当にそのロールズが考えていたような形で実験として実現できているかっていうのは、非常にそれは議論があるところです。ただ、少なくとも、今日お話ししたような、道徳的判断の意思決定自体は、かなりその、我々の意思決定というのは変わってはいるので、全く影響がないわけではなくて、我々の判断に少なからず影響を与えていると。その意味では、変化を起こしているということは言えるのかなというふうに思います。哲学で学位を取った後に神経科学の研究を始められる余裕が欲しいと、まさにその通りですね。日本はなかなか、一つの研究分野で、進んでしまうと、そこから、変えて新しいことっていう土壌がなかなかないんですけれども、実際そういう、やり方も有効じゃないかなと思いますし、今日ちょっと私お話しませんでしたけれども、私自身はもともと文学部の出身で、東洋史っていう歴史の教室にいたんですけれども、大学院の時からこういう研究を始めたっていうことで、文系理系っていう区分がですね、あまり、ないような生き方をしていました。ちなみに高校は理数科だったので、かなり、行ったり来たりなんですけれども、そういう意味で、そういったその、学問分野の垣根を超える、余裕というかですね、そういったものが日本の中でも、培われていくといいなというのは、私も個人的に思っていることです。はい。ですね。神経科学の人々は哲学者を引き合いに出す割にはアイデアの道具箱ぐらいにしか思ってなくないですか？そういうことではないと思います。もちろんその哲学者の先生方と、いろいろ議論をするわけですけれども、その道具箱というわけではなくてですね、哲学の先生からいろいろな、ことを教えていただいて実験をして、で、その実験の結果の解釈をするときにもう一回人文科学系の議論をしていくことで、さらにその、哲学的な考察を深めていくというかですね、そういうサイクルがあります。で、両者がお互いにその興味を持って、やっていくことによって、そういう、なんていうか、有機的な連携ができるんじゃないかなと思いますけれども、そのように見えていたら、良くないなと思いますので、私自身も気をつけたいなと思いますけども、そういうことになります。はい。
倫理学の児玉先生とのクロストークがあればさらに深い議論が期待できると思います。おっしゃる通りですね。児玉先生にもぜひお話を伺いたいなというようなテーマかなと思います。はい、そうしましたら、時間になりましたので、これで、私の講義は終わりにさせていただきたいなというふうに思います。どうも、ありがとうございました。